で最後いくつかの出し物の後の最後の出し物ではきれいな顔の面をつけて長いカツラを着ています。でカツラなので顎からひもが出ていて。 上半身は裸ですね筋肉質なんですけどあのマッチョにならないように、うん、あの考えてますねそれ結構難しくて筋肉つくっていうとみんな,なんかドラゴンボールみたいにマッチョになってしまうんですけどスタロンとかそうならないようになんかブルース・リーとかあの細身のバレエダンサーのような。 あの筋肉質だけど前肉のなないい形のになっています意外とバレエダンサーもマッチョな人がいるんでなかなかこう例を挙げるのが難しいんですけど大体いいこういうのが犬をですね